僕の細道第32章大石田。最上川の乱と大石田というところに日和を待つ。ここに古き徘徊の種こぼれて、忘れぬ花の昔をしたい。露覚一斉の心を和らげ、この道に探り足して、深湖二道に踏み迷うといえども、道しるべする人しなければと割りなき一巻残しぬ。この度の風流ここに至れり。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はちょっとおまけがあります。最後までご覧ください。あ、いい香り、いい香りしてる。金山パイン、金山パイン何、じゃあちょっといただきましょうかね。どうよこれ、美味しそうだね。はい、どうでしょうか、食べてみましょう。どうでしょうかね、うん、この辺かな。あ、美味しい美味しい、めっちゃうまい、めっちゃうまいな。うん、どう、うん、これは美味しい、これは美味しい。あ、よかった、これは美味しい。はい、じゃあね、うん。